魂揺らねえ。どんなことがあってもやめてくれない。全部二人のためじゃない。そうかよ。そうだよランス、賞金もらえればレコーディングスタジオを建てて自分らのレーベル作れるんだよ。世界中の人にあんたの歌聴いてもらえるじゃん。俺の彼女に呆れた魂を売れとギャギャ。嬉しかったですね。なんか海外のオリジナルキャストがすごく豪華で、制作してる会社もすごいじゃないですか。とにかく豪華というか、なのでそこにキャスティングされたのは素直に嬉しかったですね。ランスは浮気症ですね。頑張ってるアッシュの結果的にこう足を引っ張るような感じになるんですけれども、本人に悪気はないんだけれども、結果的にそれがアッシュの、飛躍にもつながるので、いいサポートをしたなというふうには、ね、思ってますけれども、結構だらしない動画に似てるかなと思いますけれどもね、はい、ただいいやつだと思います、はい、キャラクターで歌うっていうのも本職の方で慣れてることなんで、全然やってきていることだから違和感なくやれたと思いますし、ランスが歌うのは結構パンクなんですけれども、それも普段あまり自分が歌わないやつなので、歌わないタイプの歌唱なので、すごく楽しんでやることはできました。はい、アダム・レビーンのロスト・スターズ、うん、歌いたいですね、はい、最近聴いてすげえいいなと思ったからカラオケでもよく歌うんですよ、はい、ステージは、ファーストライブ、もう10年ぐらい前なんですけど、で初めて自分とこのバンドで、あれどこだっけな、横浜のブリッツでもなくなっちゃったけど、あそこでワンマンライブやったのがなんか一番変わったかな、はい、あれがなんか始まりだったっていうような、そういうステージがありましたけどもね、映画シング、3月17日から、全国労働省でございますけれども、本当に大人から子供まで、子供から大人まで、もう老若男女を楽しめる素晴らしい、映画になっていると思います。我々も、日本語版でね魂を吹き込めましたので、ぜひそちらの方もお楽しみいただきたいと思います。歌は最高です。